さあ始まりましたセムトーク、早速ですが自己紹介お願いできますでしょうか。はい、島翔太郎と申します。作編曲をやってまして、出身は北海道の帯広市出身です。よろしくお願いします。机に作品の中で携わられたものっていうのはどういったものになるんでしょうか。ですね、一番最初にやらせていただいたのが、はい、2017年にリリースされたスマートフォンのゲームで、はい、アイドルファンタジーっていうゲームがあるんですけど、はい、それに何曲か歌物の曲を提出させていただいたのが始まりで、はい、その後、ファイナルファンタジーレコードキーパーとか、はい、あと、公共性ミリオンアーサーとか、はい、スマホゲームやらせていただきつつキングダムハーツ3ですとか、はい、あと最近だとファイナルファンタジーリメイクとかもやらせていただいております。何か印象に残ってる作品ありますでしょうか。はい、すごく大規模な作品で、一番最初に携わせてもらったのがキングダムハーツ3なので、はい、それがやっぱり一番思い出深いですね。はい、具体的にはどういったところ。そうですね、皆さんが知ってる映画のワンシーンをもう一度ゲーム用にやり直して新しく曲をつけるみたいなことが多いので、世界中の人が大好きなシーンにまた新しく僕なんかの曲ついていいのかとか、すごいやっぱプレッシャーが大きかったですよね。そうですよね、原曲がもう有名といいますか。そうです ね, ねファンの方が多い作品ですもんね。はい、キングダムハーツ3の中ではまあいろいろなディズニー作品出てきますけども、はい、思い出に残ってるものがありますか。塔の上のラプンツェルという、はい、映画がベースになったステージの、はい、楽曲を主に担当させてもらったんですが、はい、その中であのラプンツェルっていうそのキャラクター、主人公のキャラクターが、はい、こう夜にランタンをファーって飛ばす、はい、もう世にも美しいシーンがあるんですけど、はい、そこ原作だとあの歌がついてるところなんですけど、はい、キングダムハーツ3ではちょっと新しくカットシーン用に新曲を作り直そうってこと で,、はい、で僕にその作曲してくださいっていう話が来てですね、はい、でディズニーの歌の代わりに僕の曲を使うのみたいなところで、はあ、キャリア始まってから2年目とか3年目の時だったんで、はい、ちょっと眠れない日々を過ごしました、ね。はい、映画だと名シーンなので、その映画を好きな人はそのシーンが来たら あの曲流れるかなって思うと思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっとその曲ではなく僕の曲が流れるので、はい、こうその人たちのこの期待感とかを裏切らないような曲を書かなきゃなっていうので、はい、でもプレッシャーが大きすぎて結構そのあんまりむしろ気負わずに自由に書くしかないなと思ったんで、はい、意外とこう勢い勝負いった感じ。そうやったんですか。開き直ったみたいな。開き直ってなかなかない経験なんじゃないですか、ね、そうですね。ディズニー作品、ディズニー作品、ディズニー作品、志麻さんの作品、ディズニー作品っていう風になってたってことですね。ディズニーのサンドイッチをされてたので、いやすごいことですね。はい、